じゃあ音符休符について書いていきます。まず分かりやすいのは四分音符ですね。それは分かります。大丈夫でしょ。はい、で四分休符こう下から書きます。あーやっぱりそうだよね。はい、うん、似合ってるけど微妙だな。はい、これが八分音符です。八分休符、あーそれが出てこなかったね。はい、で16分音符これ1個のバージョンはやってないかもしれないですね。こういう感じです。で16分休符こういう形ですね。次2分音符簡単です。全音符さらに簡単です。で2分休符こういう形です。え2分休符そんなんだったっけ。そうだね、帽子は2分休符で話してるかもしれないかな。こういうそうか、はい、覚えないとこれもなかった。でも子供のね記憶力っていうのはすごいんですよ。うん、すごいと思う。これ出てきたもんね。これなかなか出てこないよ、うん、これすごいね。以上となります。これ消したいけど消せない。